俺なポップコーンの良さが未だに分からんねん。え、分かる？分かる分かる。あれさ、え、俺ポップコーン嫌いやねん。ポップコーンあんま好きちゃうねん。あれさ、良さないよな。いや、分かんねん。めっちゃ分かる。美味しくないなあ。あ、ま、映画館でも。いやでもな、いや実際食べたらパッと食べたらまあもう別に美味しいね、普通に。でも変わんねん。多い多い、人のやつちょっともらうはあるけどさ、多い多いし、なんかなんかめっちゃ口の中残らん。あのふわふわの部分だけやったらええねんけどさ、このなんか黒い部分な、茶色の部分な。そう、わかる、それめっちゃわかる。豆のさ、その外側みたいな。ああ、わかる。コーン、トウモロコーン。そうそうそう、いやわかるで、あの殻の部分な、奥歯に詰まるし。ポップコーンのな、あのキャラメルはまだ美味しいわ。でもあのユニバにあるポップコーンパパ、うん、食ったことある？ない。買ってこようか今度。あそこのポップコーンはうまい。あ、うまい。あそこのポップコーンは止まらん。俺もうポップコーンでな、あの塩味とかさ、カレー味さ、存在価値あんのかなってぐらい。言い過ぎやぞ。言い過ぎやぞ。いや、ほんまにポップコーン甘かったらええねんけど。いや、わからんでもね。塩味とかさ。確かに。なんそれってならん。ザジ。なんそれ、ザジ。わかる。でもわかる。わかるよ。やっぱそうよな。多分結構思ってる人多いと思うね。言わんだけで。いや。コンビニってポップコーン並んでるやん、袋に。青い袋のやつ。何それ、ランキング入ってたで、しかも。なん誰が食うんやろな。めっちゃ派閥やもん。絶対好きな人おるけど、俺らの感性やけど。マジ、論争起きるで、これ、これこそ。いや、分かる。こんなん食うんやったら、俺、カッパエビセン食うもん。めっちゃ言うやん。めっちゃ言うけど、いや、でも、分かる、その気持ちは分かる。同じサイズぐらいとかやったらさ、おっとっととかその辺いかん。分かる、分かるよな。ほんまにもう家で自分で作るとかもありえへん。うん、ポップコーンの YouTuber おらんかったっけ。そうそうそう、オムニーみたいな、うん、まあ、まあ好きな人は好きなのな。ポップコーン、まあ、ワースト1位よ。お菓子界ナンバーワンの嫌い。ダントツ。お菓子感ダントツ。ダントツよ。重いダントツ。めっちゃ言うやん。お菓子界ダントツなんやろ俺。圧倒的すぎて他出てこない。好き嫌いで言ったら俺ピスタチオ嫌い。ピスタチオってあれお菓子の部類に入んの？入らんか。スナック、あ、ナッツ。ナッツ。逆にポップコーン以外出てこんくない？嫌いなお菓子。いや別にめっちゃ避けるほど嫌いじゃないで俺は。俺ポップコーンの次ぐらいに、あの、あんま食わへん、もう俺やったら買わへんなみたいなは暴君ハバネロぐらい。あれは分からん。俺ふ菓子は分からん。ふ菓子めっちゃうまいやんけお前。ふ菓子やば、戦争来た。あのこの茶色いやつ、そう、あの棒状のやつ、うん、俺結構買うで。あれ何あれ。え、あれ黒糖のやつやろ。な、黒糖があんまつけちゃうからかな。めちゃくちゃうまい、あれと牛乳な。あれ何あれ。いや、ふ菓子よ。ふ菓子はめちゃくちゃうまい。あんなスポンジとほぼ一緒やん。ふ菓子やな。何食べてんのやろみたいな。和菓子系があんまなんじゃない。いや、そんなことない。わたあめ。わたあめもあんま良さわからん。あ、べっとべたもん、もうあれ。わたあめ。ワースト1、ポップコーンじゃない。ポップコーンか。戦いにも並んで、多分。ポップコーンやな。めっちゃ嫌いやん、ポップコーン。ポップコーン好きの人おるかもしれんけど。これはな、もし嫌いやねんからしゃあない。いや、そうだ、もうこれは分かり合えへんよ。